7月17日、2015年度に開業を予定する地下鉄東西線の全線貫通式が行われました。地下鉄東西線は仙台で1987年開業の南北線に続く2本目の地下鉄路線で、東日本大震災からの復興の牽引役として完成を期待されています。本体工事は2006年から着手、トンネルの貫通工事などを進めてきましたが、2011年東日本大震災でおよそ半年間の工事中断を余儀なくされていました。しかし震災時は大きな被害もなく負傷者も出ませんでした。あの東日本大震災という未曾有の事態の中で、しかしこの地下鉄はしっかりとその強さを保証してくれましたわけで、改めて震災にも強い、大変環境にも優しい交通機関であるということが実証されたかと思います。全13駅、東部の新井駅から南西部の八木山動物公園がある動物園駅までおよそ 13.9 キロを28分ほどで結びます。仙台駅を中心に南北線への乗り換えで東西南北へ移動が便利になるのです。車両は建設費の節減や長い急勾配を登ることなどを考慮し、車輪で車体を支えながら磁力で進むリニアモーター式を採用。正面は伊達政宗公の兜の前立の三日月をイメージ。完成後は1日の乗客予定をおよそ8万人と試算。仙台市民だけではなく観光客の移動も便利になる新たな交通機関として大きな変化をもたらします。黒熊市民の皆さんの期待をしっかりと背中に受けて、なお皆様と共にその最後のコーナーを怠りなく安全に回ってまいりたいというふうに思っております。2015年完成予定の地下鉄東西線、仙台の街がまた生まれ変わります。